2013年茨城県知事選挙は、2013年9月8日に、投開票が行われた茨城県知事を選出するための選挙。現職の橋本正の人気満了に伴う知事選挙。その橋本が6期目を目指し部所属で立候補したのに、対し、共産党推薦で茨城大学副学長などを歴任した田中茂弘が立候補し、 選挙戦は両氏による一気打ちとなった。主な争点は、5期20年に及ぶ橋本県政への評価や東海第二原子力発電所の再稼働に対する是非、県の財政再建へ向けた対応など、加えて現職の橋本への多選の是非も問われる選挙となった。先の参院選で対象し勢いに乗る政権与党の自民党は、 6 0を目指す現職の橋本に対して、4 0以上の現職の推薦をしない、党本部の内規があるため推薦はせず、前回の知事選同様に対立候補擁立を模索していた。しかし、直前に参院選があり党内でこの知事選で、戦える候補がおらず、さらに前回の知事選で擁立した、独自候補の惨敗などの背景もあってか、候補擁立を断念せざるを得ない状況となり、 実施投票とした。この他に、党県連の下部組織である山形支部が独自に橋本へ出馬を要請し、党県連が不快感を示し撤回を求めるなど、同党全体の知事選への対応はもたついた。なお、同支部は、同党が独自候補を擁立した前回の知事選でも、橋本への出馬要請を行っている。民主党は、先の衆院選で野党に転落し、参院選でも、 残敗を喫するなど、党再生が最優先事項ということもあり、この知事選には候補を擁立せず前回に続いて、実施投票とした。共産党が、党独自候補として、田中を擁立し、連合茨城は橋本を推薦している。西、届け出順。東日本大震災や福島第一、原子力発電所事故からの復旧、復興を最重要課題として、 より迅速に進めていく。児童、生徒の学力向上を目指した小学校1から6年の少人数学級の拡大。県内の医師数の確保及び救急医療や集散企業の体制の整備。企業誘致による雇用確保や地域活性化補護科等会第2。原子力発電所の即時廃炉大型開発の停止。消費税増税反対医療、福祉。 教育の充実多角候補の得票率投票率は31.74%で、第45回衆院選と同日に行われた、前回2009年の67.97%を大きく下回り過去3番目に低い投票率であった。当日の有権者数は240万84人で、投票者数は76万1736人であった。 候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。赤配率は、未発表のため暫定計算とした。今回の知事選では、現職で6期目を目指した橋本に対する多選の是非や、 県内にある東海第二原発などの原子力政策への対応などが争点となった。その橋本は後期20年の経験と実績を強調し、東日本大震災からの復興を公約に掲げて選挙戦を戦った。出馬要請を受けた県内全44市町村長をはじめ、連合茨城などの各種団体や自主投票を決めていた自民党や 民主党などの議員の実質支援を受けて、橋本は終始選挙戦を優位に進め、自民、公明両党の支持層を中心に票を確実にまとめ上げ、現職知事では最長となる6選を果たした。一方の共産党推薦の田中は、橋本の多選を批判し、県政刷新と東海第二原発の再稼働反対などを訴えたが、現職の根強い支持には及ばなかった。 2005年は、郵政選挙、2009年は、民主党政権への政権交代選挙と、注目度の高い衆議院総選挙との同日選挙で、あったため、例年30%台の投票率で推移している、中で60%を超える投票率を記録してきた。対して、今回は、国政選挙との同日選挙とはならず、さらに参議院選挙の直後ということもあり、近年では、 同様に参院選直後で、茨城県知事選挙史上最低だった2001年の29.93%の更新は愚か、知事選全国最低の更新も懸念されていた。実際、期日前投票も低調に終わり、9月5日には、県選挙管理委員会が緊急声明を出す事態となった。このため、ご当地アイドルやご当地ヒーロー、 ゆるキャララを1日選挙管理委員に任命しての啓発活動や県内の地域を舞台にしたアニメ作品の啓発動画の作成、公開やイラスト入り啓発ティッシュの配布などを行った。この啓発の効果もあってか最終投票率は31.74%で過去最低だった2001年の知事選や知事選全国最低の2011年の埼玉県知事選を下回ることは なんとか免れた。それでも前回の知事選から投票率は半分以下となり、県知事選では過去3番目の低さであった。ありがとうございます。